はい、おはようございます。え？え？ダメもう。いいから。今日はシートを外していきますよ。外れた。これどうなってんの？あ、これ1本か。1本なんだ。ネジ折れてんじゃん、これ。マジか。こうなってんだね。で、ここのところがリクライニングになってんだ。ここ。あ？リクライニングのやつね。初めて見た。こっちそっち行こう。純正の暖房のあれだから。これ取れないよな。これを取るわけにはいかないのか。いかないね。そうだよね。まあ、後から掃除だな、これ。フューズボックスね。そうなのか。ほうほうほう。これはあれだな。これは埋めちゃダメだね。こっちの方が高いな。何が違うんだろうね。これ安い。一つごと。これが長いやつが4980円。10個入ってた。本日もカインズご来店いただきましていいじゃない。いいよね。いいと思うよ。それが何ミリ？4ミリか。この方がいいのかな。ちょっとこんだけ薄いとさ、なんかやっぱ打ちつけた時に割れるのかな。確かに。とりあえず 5.5 で試してみる。ベニヤ 5.5。 熱いかな。相当分厚いんじゃないかね。だいぶ出っ張っちゃうよね。これは一番安い。238円。安いね。
あ、これ8000キロだ。また。ガスで十分だよね。修理カウンター、了解しました。これがどこにあるの？これのこと？これだ。これ、うん、これがその充電で動く。おお、まあいいかな。いるんじゃね。いるのかい。どうなのよ。明かり窓、うん、まあ後ろはいいわ。横だけ上に、うん、プラス5センチ。棚がここだからな。まず棚どかさないとなんかイメージわかないよね。でも今外すわけにいかないんだよね。これはもう棚つけるときに外さないと、多分冷蔵庫がグラグラする、うん、するかしないかわからないけどグラグラはしないんじゃないの。だからさ、ここまでだから、うん、だからいいんじゃない。窓ここまでだ。さっき上からこう見えるじゃん。ああな、明かり窓、うん、棚はここまでの高さだけど、うん、ここまで開けちゃうと、うん、もうもろ見えちゃうから、うんうん、こうどっちみちほら木、こういう、うんうんうん、ね、L 字の木枠なんだから、うん、だからこの高さちょうどいいんだね。その高さで、うん、明かり窓にするの。そうそうそう。もうちょい細くしちゃダメ？ダメじゃない。ダメなの？見れるよ。いや、よくない。よくないってどう。よくない。あんまなんかさ、せっかく埋めるんだったらさ、あんま窓を大きくしたくないんだよね。暑いの寒いの来るよ。カーテン閉める。ブラインド。ブラインド？
後ろ貼ってしまいましょう。